では最初に通関士資格取得しようと思い立った動機の方ですね。はい。こちらから教えていただけますか。はい。今の会社に、再就職といいますか、就職して、まあ、フルタイムで働かせていただいておるんですが、通関業ということには全く無縁の業務を今しております。はい。ただ海運部門がございまして、はい、難関だけれども、その部門ではぜひ通関証を取りなさいというような奨励されておりまして、難しい試験に挑戦したいと、はい、なぜならば自分の力を試したいというのが、美しい言い方なんですけれども、ものすごい正直ベースで言いますと、やっぱり私新入社員なので、はいはい、全社に優秀な新入社員がいるぞというのをアピールしたかったというのが、これも一面本当のところで、合格できたおかげでいろんなとこからこう社内から、お褒めいただいたりして、非常にいい気持ちになっておりますので、挑戦してよかったなと思っているところです。で、じゃあ勉強始めようという時に、方法としてはまずそもそも独学なのか、どうなのかから始まり、実際にじゃあ独学じゃないにしても通学通信、そうです、順にこう検討していたところ、プロセスを教えていただけますか。ネットで検索するとまず出てくるのは、通学しなさい、学校通いなさいっていうのが出てくるんですが、はい、住んでいるところから考えてちょっと選択肢から外れるなということと、で、先ほど言いましたように門外漢ですので、独学はありえんだろうなということで、通信教育をいろんなところを見たんですが、コストとパフォーマンスと、それから内容を充実しとるのと、それから合格率が高いというような訴求がありましたので、もうこれはフォーサイトさんでお世話になろうかなと。じゃあ実際フォーサイト選ばれて、でフォーサイトの教材中心で学習いただいたと思うんですが、抱いたこう感想ですかね、あとは使い方、その辺のところを教えていただけますか。DVD は、繰り返し繰り返し先生のお顔、先生のお声を聞きながら、時間を作れるところで作れましたのと、あとはネット教材が良かったですね。全部スマホに落とし込んで、電車の中ででも読むことができましたし、Bluetooth で聞くこともできましたので、それからネットでご質問させていただくと、びっくりするぐらい早く帰ってくる。あのレスポンスの良さは驚きました。そうですか。非常にネット関係は使い勝手が良かったと思います。はい。じゃあ、あと他に副教材等で何か活用いただいたもの、例えばポスターとかカレンダー、手帳等々つけてるんですが、何か活用いただいたものありました？全て使いました。本当ですか。日々これ全身絶対合格、勉強表に全部貼りました。そう。半年間気持ちを高揚させてままでいるっていうのはなんかないと難しいので、そうですね、教材をみんな使って、マークする鉛筆も使わせていただきましたので。そうですか。よかったですよ。全ておっしゃる通りに活用しました。ありがとうございます。ちなみに我々の方でウェブ上ではですね、私のブログだったり、メルマガ配信をさせていただいたんですが、そちらの方もお読みになったりとはされましたか。閲覧させていただきました。そうですか。非常に良かったと思いますね。本当ですか。ちょうどいい節目節目で、ホームページを持ってみるような動き付けになりましたし、じゃ勉強時間期間をこう振り返っていただいて、なんか苦労話みたいなことを思い出すことってありますか。やはりですね、実務編の問題書にかかった時、わけがわからん、英語どれだって日本語に直せ、できるわけがない、もう苦労しましたですね、それは。で、パッと自分の机の前を見ると、日々これ前進という大崎さんの御社のポスターが貼ってあって、そうなんだ、少しずつ進んでいきゃいいんだと思いまして、多分実務編の輸入なんていうのはギリギリ1週間前ぐらいにできるようになったんじゃないかと思います。そうですか。今肝になったのはやはりその繰り返したことっていうところ、そうですね、感じますか。繰り返したことと、全て御社の大崎さんの言う通りにやってみようと、それは受講した時から決めてましたんで、実際で合格発表を見た時、その時の瞬間というのはどんな心持ちでしたか。いやー、本当に
ちょっと膝が震えるぐらい嬉しかったですね。あの落ちたかなと思ってたんで、うん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 、でこれもフォーサイスさんの先生が言われた教材だったかな、はい、もうあの一生懸命勉強しろと、勉強した後は遊べと言って書かれておったんで、はいはい、あの勉強終わったというか試験が終わったその夜から私遊びっぱなしですんで、答え合わせも何にもしてなかったんで、ネットで合格の番号を見た時には、はい、まあすごく嬉しかったですね。あ、そうですか、もう本当に努力が実ったその瞬間ですね。じゃあこの度は本当におめでとうございました。ありがとうございました。